しかし本当暑いですね。夏だから仕方ないけど、今がね、昼の12時ぐらい。この屋根の近くやからかな、まあよくわかんないんやけど、気温がね40度、これだと43。これ別にね、ここにね日光が当たってるわけじゃないので、実質やっぱこれぐらいあるのかもしれないですね。とにかく暑いね。先日バーッとシャワーでね水やりしたんですけど、まあ、それもちょっとね悪くなってるやつはないですね。前やった時は結構あの風が吹いてたんで、それで蒸れたりは、してないんかなというふうに思います。ちょっとね、ブロワで吹き飛ばしもしたからですね、まあ、そこら辺もあるのかなというふうに、思います。でもうこう暑くなってくるとね、まあ、毎年やってますけど100均でこういうの買ってくるんですよ。こうすだれ200円、サイズが88センチの112、これをですね、棚の、 あの屋根の上に置くんですよね。こちらをですね、ちょっと置いてみましょう。単純にですねこういうふうにね広げて置いてるだけなんですよ。こんな感じでね、このね屋根すべて覆ってないんじゃないかってね、言う人もいると思います。こういうふうにね開いてるでしょう。これは、まあ、ケチったりね、サイズを間違ってるわけではなくて、太陽がですねこう動くでしょう、時間の経過とともに。そしたらこう影がこう逆にこう動いていくんですね。太陽がこう動けば、影がこうなるかな、そうかな、間違ってねえかなまあいずれにしても、太陽の動きとともにですね、この影というか日光の当たり具合がこう移動する、変わってくるんですよね。まあ真ん中はちょっとこうさすがに厳しいと思いますけど、日の入り方がねこう入ってくるのがだんだんまたこう動いていって、今度こっちからこう入ってくるとかね、そういう風になっていきますんで、あえて全てを覆ってない、全てをこれ覆しすぎるとちょっとね日照不足になるかなと、そういったところがあると思います。前面にはですね寒冷紗をかけたりするんですけど、こういったところにねたくって置いてますけどね、たくって置いてますけど、まあちょっとね、風抜きを良くしたいので、ちょっと今のところはこの上だけにしようかなと。やっぱちょっとね日差しが強い、日差しが可愛い天気でね、でこの下ってねかなり涼しいんですよね。今置いたばっかりなんで、こう温度計ってこうあまり下がってないですけどね、まあちょっと10分ぐらい経ってまた見てみようかなと思います。随分涼しい、こう自分がね、この下に入ってみたらすぐ分かります、かなり涼しい。はい、で、なんとなく真っ暗になりそうやけど、こういうふうにこう吉津ってこう開いてるでしょ、あすだれか、こういうふうに開いてるんで結構いいね、あの光を通してくれるんですよね。こういう感じで開いてますから。で毎年こう安いから使い捨てですね、自分はね、2年持つ時もありますけど、使い捨てで大体は考えてます。こういうの開いてますからね、光を全く入れないわけじゃないけど、全体を覆うとちょっと多いすぎるかなと、そんな気がします。で風に飛ばされるだろうち、ね、それもあの言われそうですけど、飛ばされるようなこう風が吹くとね、そう多肉が傷まないというか、風があるとですねどんなに気温が高くても、多肉はねその風によってこう、生き延びるというかね、そういうふうにこう思うんで、だからこれがめくれ上がるようなこう風が吹いたら、ね、いい風がこう流れてるっていうのと一緒ですから、それはあんまり僕は気にしないようにしてます。はい、ですから、風が動かない日で気温が高い日、そういったところがね時が、危険なので、自分はですねそういうふうに今回考えてます。ここが光がもろに当たってるところ、こっちがねちょっと影になってる、こういう感じですね。地盤値は下がってきたかな、さっき 43.7 ではなかったかな、ね、この撮影の間にも
じわじわ下がってきてます。まあもうちょっとしてね、また見てみましょう。すだれの下のね、気温が下がるのをちょっと待つ間にですね、メンバーさんに送る、特製の土ですね、この間メンバーシップのライブでも言いましたけどね、これぐらいのサイズ、あ、映らんか、ちょっと動かしましょう。これぐらいの、60サイズの段ボールにですね、これに、100均のこの袋、ね、25枚入り、140×200 かな、0.08mm、結構厚手のね、こういう袋、これに、土をね、例の特製の土を入れて、虫プリに育て、病気にも強いというね、そういうやつをちょっと考えましたので、この土を、だいたいね、A25、6杯分ぐらいになると思うよな。鉢底石もありますからね、あれですけど、今2杯。閉まるかどうかやな。少し鉢底石がありますから少し捨てて、こんな感じですね。ちゃんとチャックがあって、これ結構分厚いです。はい、こういう感じにしてですね、こちらの方を、段ボールに入れて、一番運賃の軽いですね、60サイズ、これに入れて、着払いでね、送ろうというふうに思ってます。で、その送料もねもったいないので、なるべくですね、イベントとかにね、自分が持っていければ、そこでですね、私ができる、そうなると、お金は一切かかりませんのでですね、はい、そこら辺は、なるべくコストがかからないように、自分の方がね、考えていきたいな、そういうふうに考えています。すだれを置いてから、大体10分ぐらい経ちましたね、10分後に温度がどういう風になったか見てみましょう。おー、だいぶ下がった。 42.4、 確か、設置前がね 43.9 やったけんな。 42.5 度。こっちはちょっとわからんな、1度ぐらい下がったようなイメージかな。だけどこっちの方はね、明らかにやっぱ下がってきましたですね。はい。いや、ほんと涼しい。自分が、この下にね、この下にこう体を入れてますけど、体感でわかります。うん。だからこれは、もしね、設置される人がいたら、自分が、この位置に行った時、この位置、ね、棚の下、この位置に行った時と、この下、この位置に行った時って全然ね、ほんとすぐ体感できるんで、ぜひですね、これを設置したらこうやってもらいたいなと、本当にね、あ、効果あるなって分かりますよ。こう、こと温度に関してはね、はい。さっき 42.5 だったけど 42.4 になりましたね。はい。あまり時間経つとね、全体的なこう気温の変化の方がこう大きいかもしれんから、これの、すだれの変化よりですね。はい。だからまあこんな感じで随分下がってきますんでですね、多肉もね、ちょっと一息というか、そういう感じになるんじゃないかなと思います、ね、太陽が動くと同時にこの日の当たってるところがこうね、それぞれこう動いていく、そういう風になりますんでね、真ん中は、あまり変わりませんけどね。だから、まあ時と場合とかによってこうこれをね、ある日はこうこっちに動かしてみるとかね、こっちをね、で、ある日は今度こっちの方に、あ、引っかかった、あ、引っかかった。あ、引っかかりました。今度また、こっちの方にね、動かすとかね。そういう風にこう変化をつけていくといいと思います。まあこれ全体覆われてるんで、まあちょっとある日はこういう風に、半分だけね、たくってみるとか、こっちをこうしてみるとかね。そういう風にして、日照不足にならないようにですね、そこら辺を、気をつけていただけるといいんじゃないかなと思います。まあいろいろ言ってもやっぱね、日光がすべて、そういったとこありますんでですね、
土地を指したら元も子もありませんので、はい、そこだけは十分気をつけて、育成されたらいかがかなということで、今回の動画を終えたいと思います。